描写されてないだけじゃん。島のダンジョン。おお。え？ここから知らない。え？どういうこと？おお。飛行機飛ぶの？バイクあるしな。どうも皆さんこんにちは、セナです。今回はこのクラフトピアというゲームを実況していきたいなと思っています。いや、あの割とここ10年で一番よく見られた立ち絵なんじゃないかな。というわけで、このゲームを実況できたらなと思っているんですが、動かし方なりなんなり、人生学びの途中、シングル、これで、あ、そうだ、一回この A でデータ作ってたけど、一回とんでもないシーンがあったから、すぐさま消したんだ。一回新規で作りましょう。ほら見て、キャラクターすごく可愛いでしょ。これ男の子と女の子が、え？体の色。男の子、え？え？顔は変わらないの？え？あ、これ顔はじゃあこっち男、おーほーほーほー、女の子の体で男の子の顔も表現できる。あ、自由性高いな。え？丸みが、あ、チャイニーズっぽい。首が座ってるな。これかっこよくないですか？これかっこよくないですか？だって男にしろよって話だよ。これ怒り型だな。髪とか最高だろこれ。これポニーテール。あ、いいねこれ。これもいいね。男型だよ。これだけ髪の色違うけど。なんかちょっと宝塚志向入ってるな。あ、でもこれいい具合だと思うよ。その他。ヒゲ？ヒゲは、あ、カミングスーンなんだ。そうなんだ。性別は、これ女になってるんだけど。エルフ？でも、あ、これもいけるんだね。適応不能っていうのもあるんだ。不明？適応不能？これ一括りでは。じゃあ、このキャラでいきたいと思います。キャラクターの名前は、セナ。よし！カタカナで。これね、ちょっと出た！ここでもとんでもなくて僕引き返してブラウザバックしたんだ。なんか、これ、ボタンなんすね。ああ、まあもう、聞くはやすし、するはガタしか、よいしょ、ご覧ください。どうぞ。これボタン押します、今から。いや。え？ここから知らない。え？どういうこと？矢印君。一回地球は爆破されて？え、どういうこと？もう生命の余地、あ？展開みたいなところに来た。え、なにここ、なにここ？え、ウユニ塩湖。これが、ん？おお。明らかに神様。水の女神？ようこそセナ。地球のことは覚えていますか？その句点は何？ああ、読めない、覚えていない。そうですよね。でも間違いなくあなたが滅ぼしたのだ。僕。あの世界線ではいずれそうなることは分かっていましたが、人類は火を灯し、森を開き、産業を開き、あなたが滅ぼしたのです。しかし、偉大なる神、クラエルはもう一度チャンスを与えることにしました。人類に、そしてあなたに。あなたは最初の人類となり、新しい世界、クラフトピアを今度こそ正しい世界へ導く。竜を打ち倒し、伝説の武具をまとい、世界のどこからでも見れる偉大な一石。クラフトピアであなたはやり直せるのです。そうか。新たな世界で、あなたと共に希望があらんことを。これは期待。一回、スイッチオンで僕たち世界を壊してしまったみたい。ただ、なんか浄化された世界。僕たち、まっさらな世界で今後やり直すことができるこのゲートをくぐるとってことでいいのかな？くぐったよ。お？ワールド選択？え？あ、ここは一回じゃあ新規でいいか。セナーズワールド GO！ そろそろ何かが起こる？え？これつく。おお、着いた！レベル1だって。遊び方1、歩く。歩いてます。僕ね、コントローラー、Xbox コントローラーでえ？この方たちは、新たな新人類？チュートリアル女？XXXX。はい。LT で攻撃を ?LT。はいはいはい。お、これだ。あ、殴れる。PUBG みたいに殴れる。砂浜、きれい。インベントリね。装備だったり、建築だったり、消費アイテム。建築っていうの気になるな。時代の祭壇？自由に探索してみようか。あ、ダッシュもできます。
スタミナもあるね。え、これ宝箱？やった、開けれるんじゃん。来た。よっ、ジャンプかっこいいな。スパイディみたいな飛び方するな。あ、作れそう、作れそう。モーションめちゃくちゃかっこよくない？ゴツゴツ素材が出てくるわ。え、なんで石叩いて木出てきた今。ちょっと待って、この人たちだけ重力がおかしい。スポーツ感増したな。涼しい。硬っ、妙なジャンプ力なんなんだ。石燃やせんの？燃やせるっぽい。あ、燃えてる燃えてる燃えてる。燃え移るね、燃え移るね。あ、いけそう。おお、割と高いべ。島見渡せるかもしれんね。え、何ここ、なんじゃお前。え、別世界。え、これ時代の裂け目とかなんかってことなんじゃないの。島のダンジョン。島のダンジョン、こう入ってみていい？どう？あ、敵いる敵いる。これどうしよう。じゃあ木の棒で応戦しようか。いや強そう。ちょ、あ、でも攻撃は入るね。だ、あ、復活まであとカウントダウンがある。所持金の 10% 失ったけど、今は別に所持金なんかなかったから失…おえー、こからか、熱いから。あ、しゅしゅしゅ、もういい加減せよ、あのシャーマン。あー、ちょちょちょ、もうバカ。おう、あ、抜けれそう、この島のダンジョンから。一体どこにワープしたのか。え、鉄格子があるけど、これ、え、ボスか何か。この音的に、あ、ボスだ。あれ倒しゃいいんだ。いや、もう広っ。十分なスペース用意されてますね。いや、もう音楽がかっこよくない？マジで。捕まって飛んで、この、いいね、今の相当ナイスだった。剣、剣が効くって感じでもなさそう。あのさ、見えてるんだ今、ビームを打ってきそう。避けてる避けてる。こうね、上からさ、ごめんなさい、今ひよった、完璧にひよった。というのも、なんかね、青いほらコアみたいなの見えるでしょ。どう考えても弱点。ほら、ほら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 、乗りましたね乗りましたね。これ大チャンス。やったやった、倒せる。うわー、クソベイゴマが倒した。簡単だったな。も、眩しい、何あれ。え、ほこら村長でもいいの？やった！何か、間違えて！え？びっくりした！なんか上にあるわ！今気づいた！今度はこの天意の祭壇っていうのを作らなきゃいけないっぽいです。岩のう、でかっ！ちょっと待ってよ。今ね、作ってます。作ってるんですが、これ相当でかいと。想像の10倍でかい。できたのか、これ。しっかりトントヨルですが、できた。ずしんときたな。これで他の島に移動できるみたいなんですよ。次なる島に行きたいと思います。もう夜、あ、ここが石板なんだ。もうこの感じブレワイじゃん。危ない。こっからいいぞ。誰、何そ、なんでそんな感じで走ってんの。アヌビスだって。ベリーストロング、相当強いってこと。君しかいないじゃない。あ、あーっと、おーおーおお、なんか解体ってあるんだけど、どういうこと。ちょ、もうちょっとちょっと、危な、危な、え、マジ、いや浮いてる。下半身描写されてないだけだろう。透けてないか。どういったところなのこれって。人はいるのか。あ、でもちゃんとしてる作りだぜ、ここら辺。マジで上気になる。栄えてるぞ、ちゃんとした家だ。え、挟まってる窓に。部屋に入れるからといって、なんか特段何があるというわけでもないんだが。
んだよ。ちょっとやっぱりそういうこと描写されてないだけじゃん。何かに捕まってる。とんでもないな。